東京アジア学友会。今から皆さんに考えてもらいたいです。どんな意味ですか？考えて。ちょっと前を見て、1、2、3、4、4つの例文があります。この中で黄色い文字を見てください。この言葉の意味を考えてもらいたいです。どういう意味ですか？じゃあまずは読んでください。見える？はい、A さんをトゥイさん、B さん、エフレンさん、あ、ごめん、女の人がいいな、アキさん、A さん、あるなるとすべりだよね、しゃくしゃくと全然違う、うん、え、そう、私はむしろしゃく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 のはの方がいいと思ってる。そうです。このむしろどういう意味ですか？考えてください。他の言葉でチェンジ。はい、じゃあ次、これも、では、クエスさん読んで。日本では健康シティの条件。男性は黒い股。黒股は紺の筋を引いてくる。はい、この股はどういう意味ですか？考えて。そしてこれも、じゃあそうね、北さん。あれは英語と日本語が話せる。さらにスペイン語も話せるそうだ。はい、このさらにはどういう意味ですか？はい、これはいいよね。これは大丈夫よね。考えた？そう、そう、いいですね。今、アキさんが言ってくれたさらにはそれにもっと言いたいと使います。じゃあ次、またはどう？黒または紺のスーツを着ていく。それとはこっちが黒でこっちが紺とは一緒の意味です。どちらかといえばという時に使います。逆に反対に。じゃあちょっとこれを今覚えてください。後でプリントでチェックするから大体覚えればいいですよ。次、今度はちょっと今日いろいろ覚えるものがあるから頑張って。嫌だよね。わかるわかる。大体わかればいいよ。はい、では読んでください。はい、ありがとう。ありがとうね、クレンさん。はい、じゃあ次これも読んで。そうね、コンさん。子供が寝ているうちします。おー、いいよ。次これを、そうね、レブンさん、はい、そうです。そして最後、ランさん。独身のうちにたくさんが遊んだ方がいい。はい、これ意味わかりますか？これは、あ、そう、間でもいいよ。うちにの前の言葉と反対、暗くなる前に家へ帰りたい。そして次、